さてこちらは県内の待機児童の数です。保育施設自体が不足していることに加えて保育士が足りないために待機児童が出ているんですね。景気の拡大によって人手不足はさまざまな分野で深刻になっていますが、この保育などの分野ではなかなか人が集まらず、このままでは待機児童をさらに増やしかねません。これは？ピンポン。これは？ピンポン。よいしょ。静岡市にある保育園です。0歳から2歳までの園児18人が通っています。1人で6人という比率になってます。まあ、大変さとその集まった時の楽しさがやっぱあるので、なんかやりがいにもなってはいます私は、うん、こちらの保育園には現在8人の保育士が働いています。条例で定められた配置人数は満たしていますが、産休を控える職員がいるため新しい保育士を募集しています。今後の状況ってのはどうですか？大変です。なかなかやっぱりほとんど来ないと言った方がいいかなという。静岡労働局によりますと、先月の県内の有効求人倍率は 1.60 倍で、人手不足は深刻化しています。特に資格が必要な保育士は引く手あまたの状況で、有効求人倍率はなんと 4.01 倍です。すみません、今日はお忙しいところよろしくお願いいたします。保育士の就職支援などを行う静岡市の施設には保育士の求人が数多く並んでいます。朝だけが欲しいとか夜だけ働いてくれる人が希望するよという保育園さんもいらっしゃるんですけれども、働く側としては日勤帯を希望されるという方が多くて、採用するという形にはなかなかならないのかな。こちらの施設では昨年度保育士を73人採用しましたが、今年度はまだ37人しか採用できていません。保育士の不足は待機児童の問題を加速させています。探したというか希望はすごい出しました。何個もね。それでやっぱ断られちゃう。まあそうですね、いっぱいで入れないって。こちらの保育園でも来年度に向けて保育士3人を募集していますが、確保できなければ受け入れる子どもの数は減ることになります。会社としてのその従業員さんへの姿勢とか、まあ、そういったところに磨きをかけて魅力を感じてもらう、働きやすさっていうのはやっぱり一番大事にしているところかなと思ってますね。県内では保育所など受け皿となる施設の整備が進められていますが、そこで働く保育士が確保できなければ待機児童の課題は解決しません。